脱走チャンネルの脱走です。今回はですね、プレゼント企画当選発表をやっていきたいなと思います。まあ、8月1日なんですけど、今日。はい。まあ、応募件数の方が確認できたのが20件ですね。まあ、なんか同じ人がコメントを何回か送ってきたりしたんですけど、もうそれも一人として皆さん考えてるので、まあ、20人、そういった感じですね。感じでやっていきたいなと思います。まあ、スクラッチ抽選機というアプリを使ってやっていきたいなと思います。じゃあ抽選開始。はい、といった感じで当選者の方は若松さんでいいのかな。はい、といった感じになりました。まあ、おめでとうございます。まあ、コメント編に返信しておくので、まあ、ツイッターの ID を書いていなかったら、書いてもらえるか、僕のツイッターの方に、まあ、連絡ください。その DM でコードを送りたいなと思いますので、ぜひお願いします。はい、といった感じなんですけど、まあ、軽く僕のチャンネルについて紹介しておくと、まあ、僕のチャンネルは、まあ、ご覧の通り、プロ野球のゲームを主にやってるんですけど、まあ、たまにこういうモンストをやったりだとかしてます。で、プロスピだとか。まあ、基本的にはプロ野球バーサスが、まあ、毎日動画で上がってる感じなんですけど、で、たまにモンストと、まあ、プロスピエースをやってるって感じです。はい。で、まあ、なぜその3つのゲームをやってるかと言いますと、まあ、まず、プロ野球が好きなので、プロ野球のゲームをやってます。モンストはもう僕昔から2年ぐらい前までは2年ぐらいモンストしかやってなくてゲーム自体を。でもここ最近もう4年ぐらいモンストやってるんですけど、もうやめれなくてずっとモンストやってるって感じです。はい。って感じですね。まあ、生配信の方も、毎日やってますので、できるときは。って感じなんで、ぜひチャンネル登録お願いします。まあ、次回のプレゼント企画はおそらく2000人になるかなと思いますので、ぜひチャンネル登録のほどお願いします。って感じで、今回の当選者は若松さんでした。おめでとうございます。という感じで、さよなら。